勝山の後ろ谷地区にある観音堂、その隣に立つイチョウの木です。このイチョウは推定樹齢700年、高さ35メートルにも及び、真庭市の天然記念物に指定されています。近所の人によりますと、毎年この季節になると観音堂のイチョウを一目見ようと、地域の内外から多くの人が見物に訪れ、黄金色に輝く巨木を写真に収めるなどしているそうです。撮影した7日の時点で、イチョウの木にはまだ薄緑色の残る葉もいくらか見られ、これから秋が深まるにつれ、さらに美しさを増していきそうです。